今日はですね、ドリブルでまっすぐ行ってるところからの真横へのパスの練習やろうと思います。例えばじゃあちょっとで、よくあるのがドリブルでこう中にさ、中でまっすぐ行ってね、向こうの伊藤さんにこの状態からパスを出したいけど、出せない子多いよね。今俺ゴロでやったんだけど、もう一回いきますよ。真横にこの状態から真横へのパス、ここよ。ちょっと伊藤さんやってみてよ。いきなり言われるとちょっとドキドキするでしょ。まっすぐからこれほらだってこれセンタリングだとマイナス気味だから。そうですね、そうですね。ここだよね。回転系になるでしょ。違うんだよな、回転系ともちょっと違う。もう一回やって。ここ、あ、そうそう、あって今ね、今ちょっと分かったかな。どうすか山本さん。いや、ちょっと分かんないです。山本さんやってみる山本さんやってみよっか。山本さんがやってみれば分かるんだよ。まっすぐ取り返して。ああ、そう、いいよ。これ俺うまいね。あ、この人はできるんだ。まあここですよ。ちょっと変わろうか。まあまずドリブル中多いのが、みんなボールを自分の真正面に置くんだよね。置いてさらにこれで近すぎるんだよ。だから大事なのは蹴るときには、まあ俺だったらね、左足に近い方、蹴りたい方に近い方に置いて、ここで足を重ねるよ。このね、ここに足をね、縦です。こういう感じですよ。そうするといくらでも後ろ行く。やばいですねマイナスでしたね。だってそうでしょ、だってこうやって回るんだからね。この状態で真横でも行くよね。ね、まっすぐで止めたら真横。でもここでもうちょっと外側にしてやったら後ろだよね。あ、なるほど。意外とこの辺知らないよね。だこの状態で蹴る。だどっちかというとドリブル中よりどこに足つくかなんだよね。センタリングだったらまずちょっと俺この辺だってするんだけど、その位置でつくと別に浮くの、今浮かす感じだけど、インサイドだとしても蹴れる。でさらにキック力の要素として、強く低く速く強く踏んであげるキック力が増すって話したよね。これさえできてれば浮かせられるんだもん、こうやって。だからこれをそのまま使ってこのまんまでインサイド、このまんまで、っていうのができると全然蹴れるはず、その場でね。で今のインサイドをインステップにすればより強く打てるよね。インステップにすればより、パスできますよと。伊藤さんやってみる。はい。ああ、ここしっかり踏んだ方がいい。で最後回す。どうぞ。そうそう。もっと強くていいよ。そうそう、蹴れるよね。左足の奥位置の相手から、そう、グー。じゃあ山本さんやってみる。これよく試合とか見て、長友が、これでやってるよね。マネーで。ああ、長友選手のやつは、これなんだよ。今ので親指で触るのよ。親指なの？そうだよ。え？こいつどこに残ってる？でしょ、いや、今のインサイドパスだからそうだけど、
ここで親指で触ると浮くよ。浮くよ。ただ浮かすだけだったら今ので浮く。そう。親指、親指で。浮くでしょ。あ、これをもっとマイナスでクロスで上げたいときは、上げたいときはこれをボールの向こう側をちょこっと触ってあげる。ボールのね、俺からして向こう側をここを触ってあげるとこの状態で行くよ。こっちほら。よくなんか昔宣伝にあげるときに膨らんだ方がいいとかっていう。ああ。はい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 。最近この海外の方から見るとあんまり膨らんでる人もない。そう、膨らむ余裕がないんだよね。まあもちろん膨らめたら膨らんだ方が中見えるからいいんだけど、この状態でスピード上げてこういくよ。速い。速い。ないね。ディフェンスが速いですから。速く。それだとアウトでしょ。俺センタリング現役うまかったから。結構これピンポイント合わせたから。ね、ヤスカムだから。この状態から上げていく。体が最後に大事なのはこのまま残んないこと。最後に蹴り終わってからでもこっち入る。だから長友選手って上げた後によくやってるのはここで。やってますね。やってるでしょ。確かに。だからここで最後に向くのが大事。そうそう、ほらどう？ちょっと上がりました。でマイナスに行くでしょ。で今体が前に最後蹴った後行っちゃってるでしょ。だからこう前に流れちゃう。だから止まるようにするの、その場で。自分が空中で、そうそう、そうするとそれ以上足より向こうに行かないでしょ。足をオーバーしていかない。その場で止まる。そう、ここよりオーバーしない。ここで蹴った後、蹴った後に自分がこっち側行っちゃったらボールは平気で向こう行っちゃうから、はい、もうここでせき止め立ってるのが大事。なるほど。まだ体流れてるよ ね、 流れてますね。俺行くよ。もうちょっと、ね、レベルの高いクロスボールの話になっちゃったね。ここでこっちほらね。面白いんですよ。まあ、この辺をね、しっかりとやってほしいよね。じゃあ最後俺もう一回だけ。こう入ってって、中に。はい、簡単。合わせていくイメージ。これが軽くできるといいですよね。はい、ということで、チャンネル登録お願いします。